皆さんこんにちは、ぼっち買取応援団団長です。先日久しぶりに銀座をブラブラしてきました。時計店巡りですね。セイコーさんのところから、ぐるっと回ってですね、ロレックスに行ってみたんですけれども、フラッと立ち寄っただけだったんですけどね。スカイドゥエラーの金無垢モデルがありましたね。やっぱり迫力ありますよね。スカイドゥエラー結構サイズも大きくて、それでイエローゴールドかなりギラッとしてますからね。あれはかなりかっこいいなと思いました。あとはデイデイトのカラフルなレザーストラップのモデルもいくつかありましたね。はい。で、そんな感じでブラブラしてるとですね、店員さんが近寄ってきてくれて笑顔で話しかけてくれたんですけれども、何かお探しのモデルありますかというふうに話しかけていただいたんですが、私特に探してるモデルなかったので、いや立ち寄っただけなんですよねみたいな感じで、雑談して終わったんですけれども、お店を出てからふと思ったんですけど、あの時もしかしたら何かあったのかななんて。はい。というわけで本日は買取価格動画でございます。ブランド時計を売却する際気になる買取相場、ロレックスエクスプローラー1およびエクスプローラー2の価格チェックしていきたいと思います。今回お伝えするのはこちらの5モデルですね。現行品が2つに旧作が3つです。この動画では相場を俯瞰するため3つのデータに触れていきます。メーカー定価、価格コム掲載の新品実勢価格、旧作の場合は楽天および時計マーでの中古価格、そして弊社独自調査の買取価格、これらで見てまいります。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい。では1本目、エクスプローラー1の現行モデルから見ていきます。メーカーサイト掲載の定価、税込みで687,500円。対して現在の価格コム新品実勢価格は898,000円から957,800円です。価格推移、5月以降値上がりが続いています。平均ラインで約100,000円の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場、現在の買取価格416,000円から85,000円、中転値は633,000円、メーカー定価から算出した換金率は 60.5% から 123.6% です。前回5月の調査から最高値は100,000円アップ、最安値は約50,000円のアップです。続いて価格トレンドの詳細確認するため、サイトごとの価格変化がどうなっているのか確認してみます。こちらは買取価格の高値側と安値側、各3サイトの前回からの動きをまとめたものです。データ数が不足している場合は上下爪にて記載しております。高値安値ともに全て上昇という結果、価格トレンドは文句なしに上昇傾向です。続いて 36mm ケースの旧モデル、販売価格は中古品で見ていきます。現在の実勢販売価格572,000円から198,000円、状態の良い個体、未使用品などは高額ですね。最終年式のものも高額です。流通数は200本以上確認できました。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場、現在の買取価格326,000円から80,000円、中転値は563,000円、中古販売最高値からの換金率は 29.7% から 72.9% です。前回5月の調査時から最高値は変わらず、最安値は約50,000円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値の方、維持、上昇、上昇、安値の方は上昇、上昇、前回データなし、価格トレンドは維持から上昇です。続いてエクスプローラー2の現行モデル、メーカーサイト掲載の定価は税込みで875,600円、対して現在の価格コム新品実勢価格、ホワイト文字盤の方で120,000円から131,200円です。価格推移、5月以降値上がりですね。平均ラインで200,000円近く上がっております。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場、現在の買取相場573,000円から110,000円、中転値は836,500円、
メーカー定価からの換金率は 65.4% から 125.6% です。前回5月の調査から最高値は20万円アップ、最安値は約10万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値安値ともに全て上昇という結果、価格トレンドは上昇と見て間違いないかと思います。続いて2011年に製造終了となったエクスプローラー2の前作、販売価格中古品にて見ていきます。現在の販売価格63万2000円から199万9888円です。高額なものは状態が良い高年式のもの、また年式問わず未使用品のものも高額になっております。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場43万円から90万円、中点値は66万5千円、中古販売最高値からの換金率は 21.5% から 45% です。前回5月の調査から最高値は5万円アップ、最安値は10万円以上のアップです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方は全て上昇、安値の方は上昇上昇、前回データなし、価格トレンドは上昇と見て良いでしょう。続いてエクスプローラー2の先々代モデル、80年代に5年間しか作られなかったヴィンテージモデル、販売価格中古品にて見ていきます。現在の販売価格110万円から328万円です。アイボリーダイヤルやレイルダイヤルなどレアピースの価格が高額になっております。全体でも流通数は少なく、今回の調査では楽天トケマ合わせても15本ほどとかなり少数でした。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場は48万円から320万円、中点値は184万円、中古販売価格からの換金率は 14.6% から 97.6% です。前回2月の調査時から最高値は20万円のアップ、最安値は約10万円のアップです。個体差が非常に激しいモデルなので、お手持ちの個体どれに該当するのか売却前にしっかり確かめることをお勧めいたします。続いてサイトごとの価格変化です。高値の方は上昇と前回データなし、安値の方は維持、データ数少ないので参考程度にはなりますが、維持から上昇という結果です。以上、ロレックスエクスプローラー1およびエクスプローラー2の買取相場について2020年8月までのデータをお届けいたしました。現行も旧作も分かりやすく上昇傾向、直近値上がりが続いております。現行モデルに関しては過去2年で最高の数字を叩き出していますね。今後も目が離せない展開になっています。とあとは新作があるのかないのか、ここも注目です。9月1日に発表があると言われているので、そこでエクスプローラー1そして2がモデルチェンジとなるのか、エクスプローラー1は現行の214270が登場して今年で10年ですから、キリがいいといえばキリがいいですよね。ただ32系ムーブメント、ノンデイトのものが開発どこまでできているのか、ここがわからないポイントです。その点エクスプローラー2は GMT マスター2と同じムーブメントのはず、中身はすでにあるという状態かと。とはいえですよ、どちらにも影響するのがスイス緊急事態宣言、工場が止まってしまったということ。その状況下でどれだけの新作が出せるのだろうか。今年は噂されるサブマリーナのみ、1モデルのみのリニューアルということもありそうですね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。